はい、こんにちは。ブラックスクワット。今日はですね、ついにあの武器を手に入れました。なんかあの緑のポイントで買ったね、MDR。デザートテック社の MDR。マイクロダイナミックライフルかな、正式名称は。なんか色がね、私が見たのは茶色かったんだけど、まあ、ゲームのやつは黒だし、まあ、デザートテックとは書いてないね。はい、ということで早速この武器使ってプレイしていきます。はい、一人二人、やってく。まあ、撃った感じね、結構、なんだろうな、CZ805 と似てる気がするよ。はい、後ろ向いてる奴らをサクサクと倒していく。まあ、使いやすいね。ちょっと反動が気持ち大きいかなっていう感じはするけど、今んとこ全然使いにくいと思ったことは、まあ、まだね、大してやってないんだけどね。さあ、右から入って、あ、負けた。タボールに負けてしまう。なんかあれだな、すげえ勝ってないか。すげえ勝ってないですかね、これ。あ、やられた、ここ。おっと？おっとおっと？おっと、なんだあれ。3人まとめてやっちゃったぞ。さあ、ライフ1。まずい。ライフ1だ。ああ、もうダメだな。さすがに。おし、サプレッサーも刺してみようか。さあ、正面の敵を。いないね。右かな？おっと、頭抜いて。もう一人。味方が倒してくれた。ああ、なんか。近距離はどの銃も大体変わらんか。反動が素直なんでね、覗かないでフルオートでヘッドショット、近距離で出す分には結構簡単かな。なんだこれ。ハロウィン仕様のボーム。全然見えないじゃん。やべ、ボーム転がってきた。はい、お返しのボームを投げて。で、余裕のカッティングパイとか言ってるけど、敵いねえじゃん。さあ、上に、いたの確認したんで。さあ、横から、一人二人、三人と、バッタバッタ敵を投げ倒していく。もう一人。青いわ。青かったか。サイトは、あれかな。大体、EOテックのサイトだよね。M4 じゃねえか。416と同じタイプのやられた。イオテック。今んとこ結構使いやすいな。CZ805 と比べると、うん、まあ、なんかやや重い感じはするけど、こっちの方が威力高いんだっけ？理論上は。さあ、ここでね、この距離で、ああ、慣れないとダメだな。ちょっと重い感じはするな、やっぱり。ああ、でも強いね。ああ、はあはあはあ。使いやすいんじゃない？これ。結構、いいぞ、これ。いいぞってなんだ、これ。いいぞ、これ。適当にボムでも投げとくか。おわーっと投げてる場合じゃねえ。間違った。スモーク投げたか、今、俺。ああ、ほかなんてとこにスモーク投げてんだ、俺は。見えねえよ。すみませんです。このお返しはちゃんと俺が、スコアを取ることによって、お返しさせていただきます。さあ、出てこい。MDR の方がこの距離戦いやすいな。はい、頭抜けない。やべ、今青いやつが。青いやつがやってきた。まだいるぞ。ほら、ほらほらほら。で、まだ光ってる。よし。見落として。弾がもうない。あ、ちょうど死んだ。よかった。弾切れとともに死んでいく。これ結構あれだな。おせおせな感じになっちゃってるな。あ、ダメだ。この距離でフルオートだときついのか？さあ、出てこい。
ダメだ。場所が良くない。おっと？おお、頭。これまぐれですね、このヘッドショットは。さあ、右を攻めていく。上は味方が見てくれているね。あ、すげえ打ってる。さあ、スモーク焚いてる。はい、頭抜いて、どんどん行くよ。横から。はい、頭。すげえ見てるし。さあ、正面。正面を。あ、敵結構敵いるけど、もう本当にリスポーン地点に釘付けてるな。はい、横見て。で、出てくるでしょ？一人。さあ、もう一人やって。リロード挟んで。右から一人二人。出てできたやつ。おーおお、びっくりした。なんじゃこりゃ。出てできた。もう一人、二人、三人、四人、青い。四人目が青い。あはやられた。さあ、残り三分。これはフルスコアいくね。危ね。たまにね、進んでくんだよね。上から、一人、もう一人。危ね。と、見せかけて、こっちから。あれ？敵いなくなったな。まあ、いいか。おぉ、負けた。またタボールに負けた。あの銃そんなに中距離強かったっけか。なんだなんだ？攻められてんのか？さあ、頭抜いて、一人目。二人目。あ、おいおい。やばいやばい。ちょっと攻めすぎてるんだよな。残り5キル。4キル。これ終わっちゃいそうだな。終わっちゃいそうですね。これはもう。さあ、どうする？攻めてくる。その目、あ、俺が刺したかった。はい、てな感じで。MDR 結構いいわ。これすごい使いやすいですね。もうしばらく使ってみようかな。CZ もね、もう1000キリぐらいして飽きてきたんで、新しい銃を使っていきましょう。で、ミッションコンプリートして。あー、まあ、スコアとキルは全部持ってったね。38。てな感じ。